はいどうも、はしょチャンネルです。さあ今日はですね、めちゃくちゃ久々の自分が今仕事で使っている YouTube 関係の機材系をすべて紹介してみた。やっていこうと思います。これはですね、YouTube で動画を上げ始めたのが自分が7年前だったんですけど、まあ、今この最新版、まあ、2023年版でですね、どんなものを使っているのかというのを紹介していきます。どう使い分けているかとか、なぜそれを買ったのかというのも紹介していこうかなと思います。結構マニアックな動画ですが、新鮮さはあると思いますので、最後までご覧ください。まず一番必要なもの。これはですね、スマートフォンです。正直今の時代はスマートフォンがあったら YouTube に動画アップすることができます。編集もソフト無料のやつありますし、今の iPhone っていうのは画質が強いです。ですので iPhone だけで YouTuber になろうと思ったら慣れてしまう。まあ、すごい今のこの iPhone がすごいっていうのもあるんですけど、けどですね、iPhone にはやっぱり弱点がありまして、画質はとても強いです。けど手ブレとマイクが弱い。今これ喋ってるのは自分のこの後紹介するエースカメラっていうやつなんですけど、多分映像は全然汚くないと思うんですけど、多分声がちっちゃいと思うんですよ。このくらいですね。今編集で上げました。このくらいにしないときついんですよ。ってなるとやっぱりその分音割れだったりとか無駄な周りの音を拾ってしまうので、もしも iPhone の映像を撮りたいんだよっていう人は外付けのマイクをつけるとか、この後紹介するビデオカメラの音声だけを使うっていう手もありますね。結構 YouTuber さんやってる人も多いかなと思います。でそのままこの流れでエースカメラ、もうこれがこのチャンネルを引っ張っていってくれてる、支えてくれてるものなんですけど、こちらです。はい、こちらのですね、ソニーの 4K 対応カメラ AX の40ってやつですね。はい、これはですね、なんで買ったかっていうのはもう簡単で、周りの YouTuber さんが使ってたからです。金額がこの本体が8万後半で、この別売りの長時間バッテリーが2万で、まあ10万ちょっとでした。買ったのが5年ぐらい前です。ですがこれ3回修理してまして、4、5万の修理を3回してるんで、まあ、修理代だけで15万ぐらいかかってますね。けどやっぱこれがいないと映像は始まらないっていうので、これを使ってます。じゃあカメラ戻します。はい、これでカメラ戻りまして、音声も安定してると思います。でここに外付けのマイクをつけてる方もよくいるんですけど、自分は使ってません。一つ挙げるならば、マイクのその線がカメラにこれ入ってないと音声拾えてなかったっていう例もあるので、その辺もちょっと使う際には気をつけてみてください。でこのマイクの付属品で自分が使ってるのはこれです。この照明ですね。これ照明1とこっち側に照明2があるんですけど、1の方がこれ強い近いやつです。切るとこんな感じです。続きまして、サブカメラがこちらです。ソニーの CX680 ってやつですね。これが6万8000円とかですかね、のソニーのビデオカメラで、この今使ってるエースの、まあ、1個下のランクで、もう確かこれはもう廃盤なんですけど、まあ、結構画質はあんま良くないです。変えますと、はい、こんな感じですね。このカメラはマイクは結構強くてしっかり拾ってくれるんですけど、やっぱ映像は荒いですね。なのでまあこれの修理に出してる時とか、あとはまあ一応サブカメ回してる時とか、まあやっぱエースはこっちがずっと使ってます。次いきます。続きましてこちらです。こちらは一眼ですね。写真を撮るときにはこれを使ってるんですけど、 SNS 関係ですね。インスタとかツイッターとか、あと商品写真を撮るときはこれを使ってるんですけど、これは結構安くて、安いっていうかこっちが高いってのもあるんですけど、中古でこっち買ったんで2万5、6000円でした。動きには弱いんですけど、写真だけで見たら強いっていう一眼になってます。ちなみに一眼で動画を撮ると、はい、こんな感じですね。もうほぼ撮ったことないんですけど、これミラーレスじゃないんでどう撮れてるかわかんないんですよ。スマホもそうなんですけど、スマホのインカメってそんな強くないんで、外で撮ったらこうやって裏返して見れないんで、もうこれはどう撮れてるかわからないっていうので、まあこういう時はカメラマンが必要ですねっていう感じになります。はい、というわけで以上がカメラの紹介でした。続いて三脚いきますか。外で使ってる、まあ、エースのやつがこれですね。これはですね、定価が6500円とか7000円ぐらいしたやつなんですけど、展示品限りみたいな、お店に並んでたやつで割引されてて3000いくらになってました。でめちゃくちゃこれはしっかりしててですね、まあ、外の群馬の強い風にも対応できるような結構太めのがっちりしたやつになってます。細いやつだとよく1000円とか2000円で売ってるんですけど、風に弱いので瞬殺で倒れます。まあ、こういうやつですね。ボーラーだったら飛んでいきますし、風にめちゃくちゃ弱いです。群馬だと多分絶対無理です。室内で使うちょっと三脚を広げられない時用の、まあ、サブ三脚で一応車に入ってるっていう感じです。とこれですね、これは iPhone 用というかインスタ TikTok 用で、まあ、これで使うんですけど、自撮り棒にもなりますし、これ広げられますし、これはまあ三脚を広げられない場所とかローアングル撮りたい時はこれを使ってます。
ドンキで3980円ぐらいですね、三脚。でもなんだかんだ便利なんで、これは野球バッグに入ってます。以上が三脚で、最後かな、最後だと思うんですけど、こちらですね、MacBook Pro 2020年ぐらいかな、モデルで、今2年使ってると思います。こちらですね、とある方からプレゼントしていただいたんですけど、まあまあなスペック高くて48万円でした。で、この前に買ったやつが20何万のやつ、 MacBook Pro で、それは今ゴリスポが使ってたんですけど、今もう使ってないんですよね。あのモデル古くて結構重いし容量も少ないっていうので、で今ゴリスポが使ってるのは30いかないぐらいですかね、もう同じぐらいですかね、20何万の MacBook Pro で、結構それはもうガタが来てるらしいです、長く使ってて。で今ユーポン君に貸しちゃってるんですけど、自分の初期 MacBook Pro、 あれが16万ぐらいですね。 YouTube を始めた時に買ったんですけど、まあ容量が全然入らないっていうのと、めちゃくちゃ重いっていうので、あんま使ってないよっていう感じです。まあ、試合動画入れたら一発で容量いっぱいになるって感じですね。はい、これは修理を3回ぐらいしてますので、まあ8万ぐらいの修理を3回してるんで、24万ぐらい修理して使ってるっていう感じになります。よく MacBook Pro じゃなくて自作 PC っていうんですかね、なんか自分で改造して作るやつだと、多分同じスペックのやつが20何万で作れますよみたいなのがよく聞くんですけど、なんで MacBook Pro を使うかっていう理由何個かあって、まず一つは聞きやすい、同じ界隈の人たちが MacBook Pro を使ってるんで聞きやすいっていうのと、あと単純に持ち運びがめちゃくちゃ楽。まあ自分はしょっちゅう車で移動してですね、カフェとか快活とか編集めっちゃやるんですけど、やっぱり重たいと邪魔になります正直。あと新幹線とかでも全然編集しますので、移動しやすいっていうのと、単純にかっこいいから、ブランドですね、まあ水のプロみたいな感じのブランドで使ってる人も多いのかもしれません。はい、以上が自分が使っている機材系だったんですけど、総額は100万ぐらいいってるんですかね。けどやっぱり機械なので壊れたら修理で1週間2週間かかっちゃうんですよ。そういう時はうまくこのサブの機材を使いながらですね、編集とか撮影編集やってますので、やっぱ画質とか落ちる時もあるんですけど、年に1回あるかなっていう感じですね。そういうことがやっぱりパソコンが壊れるのが一番怖いので、まあ一応パソコンもサブいるんですけど、でもやっぱり一番サクサク動いてくれるのはこれなんで、まあ、大事に使っていこうかなと思います。そんな感じで参考になった点があったか分かりませんが、やっぱり周りの人が使っている機材を使うとですね、分かんない時に聞けたりするので、すごい便利かなというふうに自分は思っております。そんな感じでまた1年後ぐらいになんか機材新しいの買ったら紹介しようかなというふうに思います。面白かったらぜひグッドボタンお願いします。それでは今日のジョジョジョです。いよいしょ、道は続いてこう、ララララ。そして6月のプレゼント企画はこちらの軟式用水のグローバルエリートのインフィニティネオのグラブを1名様にプレゼントします。こちらは福袋企画だったものになりまして、自分が水もみ片付けをさせていただきました。キャッチボールとノックいけるくらいの力さになってますので、すぐに使用できるかなと思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。当選者の発表は7月1日の動画で行います。ぜひよろしくお願いします。